おはようございます。どうも、コーズです。本日は3月10日日曜日ということで、新潟の朝、昨日はね、アルビレックストップチームのね、試合が VS 名古屋グランパス戦ということであって、無事長谷川元輝選手のね、決勝弾で勝利と。今日は、レディース、日テレベレーザ戦ということで、それを見に行きます。相変わらず寒い新潟ですが、今日は1時キックオフということで、ぼちぼちビッグサンに向かうというようなところで、これはあのレディース観戦記 Vlog ということで、進めていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。いやー、なんかチラチラさ、雪が降るんだよね。昨日もなんか晴れたり吹雪いたり、晴れたり吹雪いたり、もうまさに新潟の空模様ね。あんな名古屋札幌の人からしたら、もうなんちゅう天気なみたいな思われてると思いますけど、まあ我々、まあ僕も新潟20年以上住んでましたから、あの新潟でね、冬を何度も越したことがある人はもうプロですから、プロフェッショナルなのであれですけど、まあとはいえ寒いというふうなところで、いや本当に新潟駅前新しくなってきたね。本当になんか去年の Vlog とかとまた違いますよ。毎回僕駅前の動画っていうか様子動画にしてますけど、あの街づくりの変化も僕の Vlog ではご確認いただけるかもしれません。はい、ということで、これでねバスがちゃんと通ったら本当にいろいろ変わってくるよね、という感じで、ビッグサン方面行きたいと思います。すごい、到着しました。メンバー表、平尾選手、滝川選手、上尾鍋選手、河村選手あたりスタメンですね。はい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 、川澄選手ベンチ入りというとこですね。はい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 、日テレベレーザも、岩清水選手、ベンチ入り。すごい。今日のフライヤー、日テレベレーザ戦。サインボール、パス、あります。すごい。いや、楽しみですね。昨日より、なんか晴れてる。でもさっきちょっと雪降ってたからな。ちょっと見てみましょう。スタグル行きましょう。グッズ、セカンドユニもかっこいいな。こっちはね持ってる、ファーストユニは。そう、あてかキャップが売ってる。結構いい感じのキャップ売ってる。あ、でもニット帽もいいね、寒いから。あ、これだ、いいじゃん。どうしよう、キャップはいっぱいあるからニット帽買うかな。黒かグレーか悩むけどね。どうしようか、黒かな。で、これもちょっと気になるのよ、このユニフォームジャージトップ、白と黒がある。アルマクラ買おうか、アルマクラ。おう、どうかな。いいっすね、スタグルね。結構出てますよ。
結構出てます、すごい。フライドポテト専門店だって、すごい。結構スタグル充実してるな、結構スタグル充実してる。生ビールにポテト買ったわ。いやいいな、置くか。ちょっと待って、こんな4人席に俺座っていいのかあれだけどさ、ほらすごい。美味しそう、うまそう。今ね、外では選手がピッチ練習始まってるから応援の歌も聞こえますけど、美味しそう。ポークビンダル、前回来た時もここのお店の食べたな、美味しかった記憶あるわ。な、美味しい。すごい、ゴールラーというか応援団もなんかね、懐かしい、ちゃんとめっちゃやってんのよ、アルビ的には。そう、もう練習が始まってますね、練習が始まってます、選手たちの。ヴェルディも応援団来てますね。クロテックエンジニアリング、すごい、いいな。これからハイタッチ会の、ハイタッチ会の列に並んでます。これからハイタッチ会です。これがねあるんですよ、レディースは。はい、というわけで、レディースね、無事勝ちまして、いやーよかった。川澄選手のめっちゃ気合いの得点、いやいいシュート、いいゴール、ね、見応え抜群でした。やっぱねレディースもね面白い、そうそう、結構ねちゃんとねみんなボールつないだりするから、
そのビルドアップの形とかもね、その戦術的なところも面白いし、まあ、単純にやっぱり点入る、で守備ちゃんと粘る、もう本当に後半あのベレーザのその何攻撃、波状攻撃をしのぎにしのいだディフェンス陣本当優秀でしたし、本当チーム一丸というか、もう全体で誰一人欠けることなく戦い切った、勝ち切ったっていう風な勝利だったのかなという風に思います。そんな感じで、まあ、今日も楽しいサッカー観戦でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。